hi it's the mike rogers show mike rogers here with you and today we have a very special guest they are moja from tokyo moja is japanese a japanese band formed by two people masumi on drums and on bass and vocals is Haru-san. they perform bass on japan and they were invited to many 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 music festivals and events around the world <laughs> won't you welcome もうじゃあ、マスミさん、ハルさん。じゃあ、どうも。じゃあ、Hello. じゃあ、あの自己、自己紹介してください。じゃあ、あの、まず、ベイディースファースね。マスミさん、はい、自己紹介してください,、はい。はい、ドラ、あ、日本語でいいええ日本語でいいよ。はい、はい、えっ、ー、と、ドラムのマスミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハルさんは <laughs> はい、もじゃのベースの春です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、あの、もじゃは何ですかもじゃは何ですか <laughs> 何です私は、えっと、もじゃ最初に来てたのは、ラジオでかけようと思ってたんで、でこの、 音楽は何かなぁと。ええー。それでライブ見に行った時に考え方全然変わった。え <laughs> これは宗教か <laughs> 祭りか <laughs> あのボーダムみたいなものだったと思ったんです <laughs> どう。どうですか祭りですね。 祭りです。<laughs> で、えっと、モーャゃは、いつ始まりましたんですか。こう記憶にが、記憶にないんですよね。十年ぐらいやってますけど。うん、スタートみたいな、そういう結成とか、あんまり記憶にないです。流れのまま来たって感じです。<ー>なんか、別のバンドをやっててからの流れ。 ので、そういえば、そこがなくなっちゃってから、流れだったの。あまりこう結成し、<っ>結成したバンドじゃなかったんです。えっ、まあ、じゃ、ますみさん、その前のバンドは何ですか。前のバンドは女性ボーカルのバンドだったんです。四<う>人。四人。あ<ん>。で、バンドも、バンドの名前は何ですか。バンドの名前は、あんまり言わない方がいい。<laughs> <laughs> なんでボーカルそのボーカルの女の子のバンドだったからあんまり言わない方がいいのかもしれないですね。あ、そうですかええ。なんかななんかのスキャンダルがあったんですかスキャンダルがあったかあるかもしれないんで。<laughs> お、そうですか面白い話 <laughs> で話。そのバンドはい,いつえ終わったんですかその辺がね、もうよくわかんないです。急に やめますってなって。おお<ー>で,で、あれ、ボーカルで気づいたらそのボーカルとギターの人はバンドをやってて。おお<ー>あの、私と春さんがいらなかったみたい。<laughs> <laughs> あ、そうですか <laughs> そう、そうみたい。で,でも、私、あの、あなた、バンドの歴史見ると、2007年で、はい、ニューヨークの CMJ で、はい はいはい。あのショーやりましたんで、<ー>それはすごいじゃん、はい、そう、あれは、初めて外国のライブが CMJ で、ニューヨーク行きましたね。うん、で、どうだったニューヨークとか CMJ とか。いや、まあ、あの、こういう時代になる前なの、すごいやばいニューヨークから、こうなるギリギリぐらいのところで。うん 何がギリギリですか、ね、なんていうんですかねこの綺麗になりきるニューヨークの前みたいなのもあってうんそのアンダーグラウンドな雰囲気もまだ少しあったお<ー>ブルックリンに移動しち,ゃしちゃったじゃないですかいろいろ文化がうんそういうのその前ぐらいだったんでお<ー>なんかすごいニューヨーク感が僕にあってすごいライブも、えー、なんかそのニッティングファクトリーっていううん えっとライブハウスがあったんですようん下の方にそこでやったのかな確かでお客さんの反応はどうだったいやもうなんかそれこそ祭りでしたねあそうですか祭りな感じにクレイジーになってるのもうクレイジーうん,ん、うん、すごい盛り上がってはいただかこう初めての海外のオフィスでどうなのかなと思ってたんですけど、うん、すごい。<laughs> なんかびっくりしたのは覚えてますえ、ね。で2008年に GBOB コンテストはいはい。サインになりました。ロンドンとニューヨークのツアーとかそう。それが一番大き、ね、GBOB は何これグローバルバンドなんだっけなんとかチリんとかって。なんとかチリン。そうそう、あの、世界30 何カ国のカラー予選を勝ち抜いたバンドが集まってロンドンで世界大会みたいなやつがあって一番その時が多分一番でかくて人数も多かったみたいで日本でも僕たち3回戦2回戦か3回戦やったんですよ。でそれでお客さん投票みたいなやつで勝ち上がっていって。 で最後東京で勝ってそこに日本代表みたいな感じで行かしてもらったんですよね。そう,ですかそうなんですよ。すごくないいやまあびっくりしましたね。え<ー>。<laughs> でそれでえっと2011年に South by Southwest <laughs> 僕たちは逆に「FuckJapanNight」っていう方に出ちゃったんで。 ンいとう、ええ、ステージああっったたんそれがあったんですよジャパンナイトに出るのにお金かけなきゃ出れないのはクソだみたいな人たちがいて <laughs> あそうですかそれになぜか参加して僕らもそっちを回ったっていうテキサスで2回ぐらいやったんだっけどステージも出たけどそう<え>メインはメインでへえ それはだからあのジャパンナイトじゃなくて公の、公式の方から通ってそこで参加できたので、うん、ジャパンナイトで参加した感じじゃないんですよ。ほう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 ほじゃあ、その当時にサウスバイサウスウェイスではジャパンナイトのステージに出るのはお金かかったんですか、はい、って聞きました。多分今もかかんじゃん どうだっ今は知らない。その当時はもう結構な金額をかかるって言われて。いくら言わない方がいい。100万はいかないにしてもね。一切1、2万では出れないみたいですよ。へえ<ー>、そうですかって聞きました。まあ僕らはジャパンナイト自体を知らなかったし、後から聞いたんですけど。うんで、その知り合いの、そう、ガールズバンドの子はジャパンナイトで来てて。で、そのガールズバンドは 何のガールズバンドですか名前何だったかなもう本当に記憶がないんですけど、ね、神戸のガールズバンドで、<laughs> うん、めちゃくちゃかっこよくったますね <laughs> こ。神戸のバンドガールズ3人のバンドで。ああ<ー>。ここまで出てんですけどね、声が。ええー、もう今ないんですよ、The Soap じゃないのあ、じゃなくてね、もっと、 もう今やってないから多分今は知らない人たちが多いと思うんですけど、うん、その子たちは普通に台湾してて知り合ってジャパンナイトで来ててでテキサスで会って見に行って僕らが話してでした、ねあ。とにかくそそいろいろな海外のツアーとかフェ,ル <laughs> フェスティバルに出てたんですけど一番いい思い出はどこですかう難しいね。 でも、いっぱい出させてもらっているのはやっぱウェールズのフェスで。うん、フォーカス。フォーカスウェールズ。ここはもう5、6回出てるのかなあ、そうですか。うんそうなんですよ。こことあとそのその辺のリバープールとか。フォーカスウェールズはすごくまだイベントとして小さい頃から出させてもらって、うん、今ものすごく大きくなっててすごいびっくりしてます。うん、ああ。 このたびに呼んでもらってて、あのウェールズからの人の喋ゃべりとかわかってるんですか僕僕わかってない全然わかってないブーブー言いは何たちがそれイギリスに初めて行ったとちあのアメリカにちょっと住んでてアメリカ英語にが聞き慣れてて初めてイギリスに行った時にイギリス英語がわからなかった <laughs> <laughs> それであじゃあアメリカに住んでたのは大学に超有名な大学大学行ったんでしょ二人ともですかです、ね、違いますますみさんだけですねバークリー大学,ーー大学私そうですそうですバークリー大学えっ、ー、とそ,そういうことを教えてくださいどうやってバークリー大学に入りましたんですかえっとん 普通に、えー、なんだ、<laughs> 普通に申し込み、何ていうのあれも<お>、普通にアプロそれで、うん、入るのは簡単ですよ、アメリカの大学そうでもないです。いそ,そうかな。<laughs> あでも<ん>一応根回,回しというか、なんかあのリコメンデーションとかがないと入りづらいら入りづらいっていうのは聞いてたので、うん、初めに別のアメリカの大学で音楽、 学科があるとこに行って、そこで音楽学科に理論とかを学びながら、ドラムをとっ、うん、そこの先生にリコメンデーションとかを書いてもらって、アプライはしました。へえー、で何年間行ったのバークリー大学に。え、ちょ、4年で卒業。3年半でそとあの夏目休みも取り続けたので、3年半ぐらいで。すごくないいやいや、でも、うん、終わります、終わります。その辺にのはないけど。 いや私は大学に6年いたよ。<laughs> <laughs> で、それでじゃあ、<laughs> それで、ますみさんが、えっ、ー、と、バークリーの方では卒業して、で、日本に戻りましたかあ日本に戻りました、私は。で、どうやって、えっ、ー、と、はるさんと会ったのどうやってだっけ コミックバンドのサポートで。ああ、そうだ、そうだ、そうだ。でも私、なんでそこに入ったんだろう。なんか、ハルさんがコミックバンドみたいなバンドをやっていて。ちょっと何コミックバンドコミックバンド。ええ。トップ名人っていうコミックバンドで、それは名前言えますね。<laughs> ちょっと芸人っぽい方がやってらっしゃったよね、ボーカルをね。そ,うそ,うでそこでたまたまま があのサポートドラムで一回入ったときに知り合った。へソそうですかそれで知り合いになってたんで、2人と会って話したんで、で、モージャみたいなバンド作りましょうとか、そういう話じゃなかったの違う、そのとき、違います前のバンドのメンバーがいたの、そこにギターとボーカル。うん。で、春さんがいて。それがそのさっき言った秘密のバンドの。秘密のバンド。はい モージャー始まったんでで私がモージャーのライブ最初に見た時にすごいびっくりしちゃったあれギターはどこにいるのって <laughs> なんでこのこの音を作ってたとかえこの2人だけですかと思ってたんでえっと どうやってあのドラマとベースがじゃあバンド作りましょうギターなくてもいいキーボードなくてもいいとかそういう話なかったんですか最初はねあったんですよなんか入れるとかなんかあったんですけど、うん、あの原宿の歩行者天国みたいなところがあってほほでそこ道路じゃないですけど歩道のところにその当時すごいバンドがいっぱい出てて、うん、でそれで 普通の曲をドラムとベースで演奏してうんそしたらみんな素通りしてたんですけど、うん、セッションしようかってなって2人でそこでもうフリーセッションし始めたら、うん、人だかりができたんですよバーって<も>それでこういう音楽でも人は聴いてくれるんだみたいなところからもう自由にどうせベースとドラムしかいないんだからもうスペースいっぱいあるしやりたいことやろうみたいになって。 へーこれがきっかけちゃきっかけですね。へえ。それで、えっと、<coughs> まあ、2人だけでバンディアルと、海外のいろんなツアーとかやってるんで、はい、あの、モージャーは、これは私の意見。あの、はい、モージャーは、<laughs> アメリカで日本より有名ですと思ってる。 はい、どうですか、うん、有名というかどうだろう分かんないそこは。<laughs> どうなんすか、ね <laughs> ま、そでもそ日本ではそういうバンドいっぱいいるよ。アメリカでは,はい、はい、日本よりずっと有名。あの少年ナイフ、はい、ボーレス、うん、と,とか。ですはい、お増見さんはどう思いますかそうです どうなんだろうでもやっぱこうインターネットとかこういうのが普及していってやっぱりこう現地に行かなくてもライブが見えるみたいなので結構海外の人からの反応が多いのは実際そうかなと思うしあとやっぱり海外から呼ばれる方が。 フェスとか呼ばれる方が高い多いっていうのはやっぱり海外の方が需要があるのかなというか,なんかこう受け入れられてるのかなっていうのは感じることはありますね普通に大きなフェスだと日本じゃ出してもらえないのでもじゃみたいなバンドだとでも海外とかだとやっぱり大きなフェスに普通に呼んでもらえるのでなんかそういうとこでこうあなんかこう受け入れられている差がやっぱり海外と日本では違うのかなと思いますけど。で,でもそれだったら 海外に引っ越してほうがいいじゃないうんそう,そうし,し始めてた時にコロナになっちゃった。おうけどすごい決まっ、うん、あのコロナがーって広まった時の年にいろいろ決まってたんですよ、本当は。ああ、そうですか。それでえっと私と最後に会ってたのは3、4年前でしょ。 かもしんないですね何だっけあの番組、何だっけえっ、ー、と、忍者スレイヤー。ああ、はいはいはい、はい。それは何年前あ,あれ、もうちょっと前ですよ。4年とか、4年、5年前じゃないですか、ね。あれはでもなんか、もちろんでもいけたんですけど、なんでも、5年ぐらい前じゃないですかね。そんなに。<私>うん、結構前です。私はかなり年よ。 あの、何でし、タワーレコードの地下でライブします。ああ、ライブします。うん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 。ああ、そうですね。何番とか。うん。はい。それは、いい、いい時ね。いい時,いい時です。<laughs> ちゃんと、ちゃんとの仕事あったな。<laughs> <laughs> 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 まと,とにかくね、えっと、あなたたちは今度のライブはいつですか <laughs> えっと、2月2日にありますね、新宿のマーブルっていうところで。うん。で、ええー、ワンマンですかいや、これは普通に台湾で4バンドぐらい出ます。なんかこう、う<ー> 2>, 2, 2、2、2つながり2月2日で2ピースバンドらしいです。2、2、2みたいな。おお。 っていうイベントを毎年やっていて、コロナの時はやってなかったんですけど、そこマイ、うん、マークっていうライブハウスでいつも2月22日、2月2日、2月つくときは全部ツーパンドのイベントをやっていて、そこに呼んでもらっています。その日に宝くじ券買って方がいいじゃない？<laughs> <laughs> 宝くじね当たるかな？もうわかんない。ああ、くじゅんないな。<laughs> うん。OK <laughs> じゃあ2月2日。 あ新宿のマーブルでブルはい入場料はいくらですか新宿の、はい、新宿マーブル。それで、えっと、新しいレコードとか<え>最後のレコードは2019年だったんですいやその後にもオンラインで出してるんですよ。あ、そう。なんで私に送ってない確かに。<laughs> そうでした <laughs> い。今私の番組に。 ではあなたたちの音源、はい、簡単にかけられる。本当にいいやそうそうそう。もう全然問題ないよ。そして、えっと、新しいレコロード、いつ出たのあでも、出てって言っても2019年かな。アルバムとしては。その後に自分たちで2曲取ったのが21年とか。コロナ中コロ,コロナで1回やりましたね。コロナの前かな、あれ。 コロナの時にライブとかやりましたか何かやりましたちょろっと。うん。読んでくれたとこ、1年に1回ぐらいでしたけど。もう大変ね。大変でしたね。うん。いろいろみんな、みんな大変だったけどね。ライブはライブで、うん、なかなかでき、うん、じゃあ、もじゃあ特にフォライブやってたから、ね、とにかく私にその新しい音源、すぐ送ってください。だから明日。<laughs> はい 今日,は今日は何火曜日。えっ、ー、と、水曜日あ。明日さてに番組あるよ。生放送。かりましたニューヨークで、はい、ニューヨークでな、はい、生放送。すごい。うんが、えー、だから送ってくださいね。はい。そしてその後のなんかライブとかのプランとかは何ですか ?2 月2日以上てかレコーディングするとか。 2月の後半に静岡に行って、2月いつだったかな ?25 日に静岡を。うん。その後3月11日に千葉でやって、うん。で、4月にもう一回渋谷でやれたらいいなっていうのと、あとに5月にそのさっき言ったフォーカス・ウェールズでイギリス行きます。へ、はあ、!3 月にフォーカス・ウェールズ ?5 月です。5月です。 あいいなぁ。マネージャーさん、<laughs> マネージャーさんいますか <laughs> マネージャーさんいません。<laughs> あじゃあ僕やるよ。<laughs> でも、翻訳、通訳の人は必要な、<laughs> 絶対。<laughs> すごい。Wills なら。Well, えー、も普通に大丈夫、通じます 喋れ <laughs> あの、<laughs> no, no, no. 前にウェイルズのすごい有名なロックバンド、何だっけ名前覚えてないけど、すごい大ヒットした曲があったんで、えー、で番組にゲストに出てた。<laughs> で、彼が、えー、彼に何か質問を出して、で、彼が交代して、で、私が、<laughs> 何これか通訳してください。<laughs> <laughs> 全然わかんない。えー、英,語英語ですか英語だったどうかな結構わかるっちゃわかったけどな。普通にあの私たちの英語で普通に会話はできてたので、うん、だウェールズ<お>語だと難しいかもしれない多分無理だと思うけど、英語は普通に通じてたと思うので。うん へぇー。OK ーー。とにかく、あのー、5月フォーカスウェールズ。5月フォーカスウェールズの前に、またこの番組出てください。ああ、ありがとうございます。で、宣伝しましょう。ありがとうほざい本当で、あの、私がやってるあの放送局聞いたことあるはいそそう聞きました、この前。あ、そうその前。はい 放送局2つの番組やってるよ。えー、番組はきあのマイクさんの番組は聞いてないですけど、ラジオあ,ありがとうございます。本当に。はい、うちの番組はき聞いてくれなかった。ありがとうございます。そうですね。ちゃんと聞きますから。いやいや、あの、リンク送りする。はい、ありがとうございます。じゃあ本当に今日、インタビューしてありがとうございます。約束ね、5月の前に、 はい、この番組にまた出るよ。ありがとうございます。本当はい。で、で、最後にね、あなたたち二人は全然変わってないよ。私とあ最後に会った。顔は変わってない。<laughs> マイクさんは変わってない。<laughs> ない <laughs> <laughs> 僕、もう65歳よ。全然見えない変わってないよ。最後会ったとき、<お>最後会ったとき、一番初めに会ったときから変わってない気がする。変わってないね。いや、変わってるよ。 いや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 、変わってないよ。変わってないよ。毎朝、腰が痛くて、足痛いとか。<laughs> 年に、年になる何もいいこと出てこないから、<laughs> 早いうちに、もうじゃがいっぱいでこれ出して、いっぱいライブやってください。はい。みんなハッピーになるとか。で、私は約束協力するから、放送する。ありがとうございます。ね、ます OK。 Anyways, ladies and gentlemen, thank you to Moja, Masumi, and Haru. Thank you. Bye. See you next time. If you like this video, go down here, click like and subscribe, and go check out Moja's videos. Oh, so ka, moja no video? China. それは何年前? すごい。たた10年以上前ですよ。す10年ぐらいかな。それはどこで撮ったかなマイクさんの家で撮ったのと、あ,ああ。あとライブハウスあとライブハウスで。どこのライブハウスロフト。ロフトですね。ロフトだ、そうだ。ケンさんが来てくれた気がするな。んそう、私のビデオ、いつもケンさんと一緒に作ってるよ。 ケンさんはいないともうアウト。OK、Thank you so much! ありがとうございます。バイバイ。はい <laughs>